今回は1月10日から発売開始されたスヌーピーの一番くじをやってきましたのでご紹介します。まだ2日しか経ってないのに終了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 と残り11点でした。私の狙っていたマスコットは全部売り切れなので、お皿かポスター狙い、A賞でもいいなという気持ちで1回やってきました。結果はいかに、 B 賞のカラーグラスでした。これもね、 D 賞は残り1点でこのデザインだけが残っておりました。でもこのデザイン可愛いですよね。ちょっと夏っぽいデザインとなっております。今回の商品は本当にどれが当たっても当たりぐらい可愛かったので、ぜひ皆さんもおすすめです。結構店舗やってるところが少ないので早めに行かれてみてはどうかなと思います。おしゃれなカラーグラスでインテリアにも馴染みそうなので結構嬉しいです。できればお皿の方が当たりたかったなという感じですが、飾ってみるといい感じだったので使うのが楽しみです。青色系の飲み物を入れて使いたいなという感じがします。そして一番くじの方はなんとダブルチャンスが1回からできます。サンリオくじのスヌーピーの方はね、結構3枚で一口の応募とか制限があったりするんですけど、一番くじの方は1枚から参加できます。しかもその場で当たり外れが分かる感じになっているので、そこもいいところ。ダブルチャンス賞の番号を入れてキャンペーンにチャレンジを押すと、じゃかじゃかじゃん、外れ。ぜひ皆様もなくなる前にやってみてください。ちなみに1月12日本日からサンリオくじも始まっております。可愛いイチゴのデザインとなっておりますので、どっちをやったかなとか何が当たったよっていうのをぜひコメントでお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。